吉田さん、インターネットね。あの、アクセス稼ぎですかとかね、小銭稼ぎですかっていうね、コメント入るんですけども、そうなんですよ。アクセスとか小銭を稼いでいって、それを、をたくさんのアクセスにしていったり、たくさんの財産にしていくっていう風なね。まあそういった目的もあるんですよね。もちろん、目的が一つってことはないです。様々な目的、目標、そういったものがある中で、 一部の要素としてお金とかアクセスってのもありますってことなんで、まあ、全部をね同時になりたしていこうっていうのがこのビジネスの取り組みだと思うんですよアクセスを稼ごうと思ったらやっぱり過激なメッセージを送ればいいってことになりますけどもその過激なメッセージがね嘘だったら信頼を失ってアクセスっていうのが伸び悩む時は来るわけじゃないですかあとはお金のためにはやるんだけどもだからといって何にも得がないのにお金だけ払ってくれる人っていうのは基本的にいないんでだから 価値得差したと思ってそしてその対価を惜しげもなく払うような環境を作んないといけないんですよだから商品やサービスってものを提供していくこともサポートを約束するっていうのも大切な要因になると思いますから小銭に稼ぎですかとかねアクセス稼ぎですかっていうんだったらまあ小銭とかアクセス稼いでみたらどうですかってことですよねで稼ぐ意味がないとかね稼ぐ気持ちがないんだったら稼ぐ気持ちがある私とはちょっとね 話合わないですねってことになると思いますのでまあそれでチャンチャンなんじゃないかなと思いますけどね <laughs> まあ,あ稼がないとねだってね、うん、国だって稼いでますからねだからみんな稼がないと飢えて死ぬっていうだけなんです、ね、まだまだね食いっぱぐれるわけにいかないですから、うん、で一方的に稼ぐったってうまくいかないんでお金をお支払いくださる方にも一定の喜びや安心を提供したいとは思いますけどね